指導さん、準決勝、まあ、先行で勝ち上がれたというのはご自身の捉え方はどうですか？先行、そうですね、その覚悟がいるんで、はい、まあ、何とか残れたら良かったですけど、はい、距離的なものは気にならず、もう、まあ、詰まったところで行けた感じはありますね、はい、あとはその自転車との、対話というか、そうね、末が悪いっていうのはもう自分のその脚力不足なところはあるんですけど、ペースはめた後に、バックすぎぐらいからの負がいつもよりもちょっときつい感じですかね、ちょっとか踏み負けてる感じですかね、はい、ちょっと先々なんでしょうけど、ただ今日のレースに関してはこの転校して、はい、あれ4コーナー、2センターとかの、はい、小倉さんが仕事をしていたりとか、あ、見えましたね、はい、ラインの競争でやっぱり、ね、決まるっていうのは、まあ、そうですね、それは良かったと思いますけど、僕がもうちょい踏み上げれてればもうちょっと農里さんまで決めれたかもわからんですし、微妙ですね、はい、ちょっとそういった中ですけどね、決勝戦で、はい、あのいい競輪というか戦いが見られればと思います。なんちょっと、修正して、ちょっと考えます、いろいろ、はい、自転車なり多分踏めたらすごくいい自転車、すごいと思うんですけど、僕にその力が今ない感じですから、はい、またね、その成長するところと、まあ、正直でも今日のレースなんか見てて、いわゆる清水博人らしさ、はあ、そうそう、ガツンといって、あとはラインでなんとかしましょうよみたいな、そうちょっと、まあ、ペースに入れてって感じだったんですけど、もしかしたらもっとこうかけ切った方が、自転車の特性は生きたかもしれないですね、ちょっと先行自体自分なかなかしてないんで、苦手ですし、まあ、その辺でちょっと、なんていうんですかね、弱気な感じになったのかもわからないですね、決勝はあのとにかくパートで戦うのを待ってます、そうっす、はい、気持ちだけで待ってます。